節です。毎週月曜日は神戸在住の経営コンサルタント CF ステーション社長の山本雄二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今週1週間で気になったニュースは何でしょうか？はい、今週はですねブロッコリーが気になりましてね。はい、ブロッコリーが15品目目の、 指定野菜に指定されるというニュースが、産経新聞のですね1月23日の配信記事でも出てたんですけども、はい、この指定野菜ってなんだっていうことも含めてですねちょっとこの記事が気になったので取り上げようと思います。この、 ブロッコリーですね、最近食卓に並ぶこと非常に増えてると思うんですよね。はい、うちも子供はブロッコリー好きなんでよく冷蔵庫に必ず一つ入ってるかなっていう感じで、湯がいて本当にマヨネーズで食べるっていうね、シンプルに食べるのが美味しいなっていう、ブロッコリーなんですけども、そうですね、私もお弁当、娘のお弁当は毎日入れてますよね。でこのブロッコリーなんですけども近年やっぱりそういうサラダで食べるとかっていうことも含めて、消費がこう拡大している傾向がそもそもあるということらしいんですよね。で野菜全体で見ててもやっぱりこう野菜全体の出荷量は年々下がってきているんですけども、ブロッコリーに関して言うと出荷数が増えてきているということなんですね。はい、でこのブロッコリーなんですけど、平成24年10年前はですね12万2500トンくらいの出荷だったんですが、それが令和4年の、10年後というと15万7100トンということで 30% ぐらい増えてるんですよね。ですので、そういった需要がこう高まりがあるということも背景にしながらの、今回の指定野菜ということになるんだと思うんですね。はい、でこの実はブロッコリーはですね特定野菜っていうのには指定されていて、今回調べてみますと、指定野菜っていうのが、ブロッコリーを含めて今回15品目ということなんですが、その下にある特定野菜というところで35品目あるんですね。はい、でこの中にはブロッコリー入ってたんで、ここから昇格するというような、そんな感じなんですよね。はい、でこれ、令和8年度から適用されるということなんですが、じゃあこの指定野菜って言って何なんだろうねということなんですよね。でいわゆるその指定野菜に今じゃあ指定されているものが、どういったものがあるのかっていうところで言うと、例えば葉物野菜で言いますとキャベツとかですね、レタス、それから玉ねぎ、白菜、ネギ、ほうれん草なんかが該当するんですね。一般的な夏野菜でよく言われているようなキュウリであるとかトマト、ピーマン、ナスビ、これが設定されていて、根菜類で言うと大根、人参、里芋、じゃがいもっていうところで今まで14品目だったということなんですね。はい、ですのでパーッとこう野菜の名前を言っていくとですね、皆さんの普段食卓に本当に近いところにある存在っていうのがすごく多くて、基本的にこう日本の国民食的に使われていく野菜として高需要が見込まれているものっていうことになってくるので、この指定野菜っていうものにですね、含まれると、農家さんからすると高需要で安定していく製品だということで、商品だということで、売り上げに見込めてくるというメリットが出てくることなんですよね。で、実際にですね、先ほど挙げたもの、例えば玉ねぎなんかですね、年間で134万トンあったり、じゃがいもでも181万トン、キャベツでも年間通して105万トンということなので、かなりの数量が見込める製品、野菜ということで、指定野菜に、この指定されるということ自体はですね、やっぱり売り上げを見込める野菜なんですよということで、経営しやすくなる可能性が高い野菜というふうにはまず位置付けができると思うんですね。で、一方でその高需要で安定していく野菜として認められていくので、野菜ってこの秋急激に上がったりとかですね、冬でちょっと下落したりとかっていうことで価格の変動結構大きかったりしますよね。でこのあたりの部分がやっぱり農家さんの経営には結構、打撃が大きいということもありまして、この指定野菜に指定されているとですね、こういった時に例えば市場価格よりもですね 90% 以上、値下がりしてしまった、価格が下落してしまった時に一定のその 90% までの部分の差額をですね、補給金という形で保証してくれるという制度があるんですね。ですので指定野菜で作っておくとですね、ある一定の条件がいろいろあるんですけども 90% 以上値段が下がってしまっても保証してくれるっていうところが出てくるんで、そういった意味で言うと、しんどい時に助けてくれる部分があるので、取り組みを農家さんがしやすくなるということも、メリットとしてあるみたいなんですよね。ただこれよくよく調べてると、じゃあ指定野菜作った方がいいよねっていうことで、考える方多いかもわからないんで
ですけども、うん、この指定野菜を作って保証をしっかり受け取ろうと思ったら、まあ、条件があるんですよね、はい、で一つはですね、その作ってもらうべくその産地ですね、産地に関してもここで作った野菜ですよっていう話が出ないと、あの認められてないと、まあ、あの保証の対象にならないということなんですよ、うん、でこの野菜もですね、あのその種類によって場所が指定されているところが違ってまして、うん、今回例えばあの愛媛で調べてみますとね、はい、愛媛で指定されている野菜はきゅうり、里芋、玉ねぎ、トマト、白菜、ピーマン、うん、ほうれん草、レタスなんですよね、うん、でまあ、こういった野菜を作ると、まあ、あの指定産地にあのなっていますので、まあ、保証を受けられる可能性があるんですけども、これもよくよく見ていくとですね、例えばキュウリっていうのを一つ取ってもですね、はい、夏秋キュウリっていう場合は松山も対象になるんですけども、冬春キュウリだとですね、松山は対象にならないっていうね、うん、そういう季節によって作られるその野菜によってもですね、あの実際指定産地になってるのかなってないのかっていうのを分かれてるという話なんですよね、うん、ですね、かなりこう細かく指定産地っていうのも区分分けされているので、まあ、それに該当する形で作ってっていうところがまず一つ大事になってくるということなんですね、うん、でもう一つ条件がありまして、これあの出荷するその対象あの消費地っていうのがまあ指定されてるんですね、うん、でそこに出荷したものに対してっていう話があの同時に出てくるので、作る産地の指定があるのと出荷先の指定があるんですね、うん、でこの場合の指定消費地っていうのが愛媛県の場合ですと松山にあるその中央卸売市場であるとかですね、今治の地方卸売市場、それと愛媛の青果市場ということで、この3つになってるんですよね、うん、ということで言うと、まあ、作る産地の指定と合わせて出荷する先もここの市場に限られているもの、これに対して先ほどの言った、まあ、90% を下回るような価格帯が出てきた時の保証として保証がなされるという、まあ、そういうふうな仕組みになってきているということみたいですよね、うん、結構あの最近野菜の売り方ってだいぶこうあの販路が広がってきてですね、今までは野菜って言ったらまあ農協さんに卸してそこでまあ均一価格で販売をしていく、でも価格はこうだからって決まってるので農家さんの独自性がなかなか発揮されなかったりとかですね、うん、そういう話があの過去にあってきて、で、まあ、その流れの中でですね、ネットの普及も含めて農家さんがダイレクトにこう消費者に販売をする方法とか、まあ、自由に価格を設定して販売するとかっていうことが結構出てきたと思うんですよね、まあ、そういう流れの中で言うと、まあ、農協さんでこうやっているのが旧態善としたやり方っていうようなイメージがあの結構、まあ、イメージ的につきまとってる部分が出てきてたのかもしれないんですけどもね、例えば、まあ、今回のように指定野菜を、まあ、通じて販売をする、まあ、それに伴って、まあ、指定されているところに出荷をする必要がある、指定産地っていうのを見ていく必要があるっていうところがありますが、まあ、こういったことをきちっとこうあのしっかりあのルールを理解して、でそれに合わせてものづくりをしていくっていうことをしていくとですね、まあ、経営の安定化につながる側面もまあ出てくるということなんですよね。そうですね、うん、ということで言うと、やっぱりこう昨今のまあ売り方っていうところもやっぱり今時らしくですね、やっぱり農家さんが直接生産者があの消費者の声が聞ける、また消費者の方も生産者の顔が見えて安心して野菜が買える、野菜を美味しく食べられるっていうところもまああるんだと思いますけども、うん、やっぱり農家を続けていこうと思った時に安定的に農家さんにやっぱ経営収入が入ってくるというところも必要なんだと思うので、まあ、そういった意味で言うとこの、まあ、あの農協を通じてこういう販売をしながら経営を安定化させるっていうのもすごく大事なことなんだと思いますね。うん、そうですね、あの、うん、売り先を分散させておくって大事ですよね、うんうん、確かにね。そうですね、うん、ですのでやっぱりこうあの自分たちが作った作物をどうそのあの消費者の皆さんにお届けするか、でそれを続けていくためにはどういう販売の方法を考える必要があるのかっていうところで、やっぱりこう選択と集中ということでどっかこう一点にこう集中しがちですけども、やっぱりこうリスクを分散していくっていう売り方っていうこともですね、同時にやっていくことがこうやっぱ農家さんの経営安定につながっていくっていうことと、やっぱりこう農家さんがやっぱこう農家だけでもあの飯が食えていくっていうところをどう形にしていくかっていうのはすごく大事なテーマなんだと思うんですよね。こういった時にやっぱり旧態善としたっていうことであの一括りにするんではなくて、うん、うまくやっぱりそういった制度を活用しながら、まあ、自分たちの食い口を安定化させていくっていうことはすごく大事な視点なんじゃないかなと思いますね。そうですね。
初めてこの指定野菜っていうのを見かけて、うん、でホームページなど見てみると、うん、今14で次15になる品目、はい、いろいろ皆さん思うところも出てきますよね。なんで里芋が入っててさつまいもがなんで入ってないの、かぼちゃはどうなのっていう、まあ、そういった意味でもいろんな話題になってて、初めて知ったカテゴリーで初めて知った言葉だったなと思って楽しめましたね。そうです ね、指定野菜と特定野菜とこう違いもあったりとか、ねええまあ、意外にそっちがそっちなんだっていうね、はい、ところもあったりとか、また里芋なんかが、まあ、指定野菜に入ってる、まあ、驚きと合わせて、はい、やっぱりその指定産地で東予地区っていうのは愛媛の場合入ってるんですよね、まあ、そういった部分考えると、まあ、特に愛媛の西条のあたりですから、まあ、秋にね河原で芋炊きっていうのが、まあ、よく毎年行われてると思いますけど、こういうまあ産地特性と合わせて、まあ、文化が形成されている側面もあるんだなと思ってですね、うんまあ、野菜と文化のつながりとかっていう、食と文化のつながりっていうのはやっぱりつながっていくもんなんだろうなって思うと、こういうのが、まあ、例えば観光資源になって人を呼んだりするっていうこともあるので、うんまあ、指定野菜、まあ、これを作っている産地指定されているものとかっていうのは、まあ、地域のブランド力に向上する可能性っていうのは秘めているのかなっていうふうにも感じましたね。そうですね。お話は神戸在住の経営コンサルタント CF ステーション社長の山本裕二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。